天体観測のイメージスターライトコーポレーションとは、かつて東京都町田市成瀬せが丘にあった天体望遠鏡科学教材の企画、製作を手掛ける会社。現在は廃業。天体望遠鏡メーカービックセンの望遠鏡に付属する星空ガイドブック天文情報誌、SO 点検の記事や図版の作成も行っていた。日本国産の天体時計の販売も手掛ける。 自社開発した天体望遠鏡が世界天文年2009日本委員会の主催した世界天文連セレクションで受賞している。株式会社スターライトコーポレーションの代表取締役。小学生の頃、宮沢賢治の童話、銀河鉄道の夜を読み、天の川を望遠鏡で見る記述に感銘を受けたことが星の世界に興味を抱いたきっかけとなった。車好きで知られる。 YouTube 動画には自身が投稿した車関係の動画が見られる。自動車評論家、マリオ・タカノのブログなどでもしばしば紹介されている。中学生の時、7万3000円の天体望遠鏡を購入したが、操作の煩雑さと重量の重さのため、使いこなせなかった経験を持つ。大学進学は南十字星を見るために、オーストラリアに留学し、 その後も、世界15カ国で天体観測を行い、外国のメディアにも活動が取り上げられている。35歳の時、小学生の小遣いで書いてよく見える天体望遠鏡を開発するために、会社を退職した後、全国を探して、宮沢賢治の故郷である岩手県花巻市にある、対一工学の社長、小原武氏に出会い、協力関係を結んだことが、 会社設立のもととなった。低価格でありながら、久保田工学の大仏レンズと国産の接眼レンズを搭載した天体望遠鏡のシリーズで上位機種のアトラスは微動装置が標準装備されている。直接資本関係はないが、富士重工業株式会社と株式会社スターライトコーポレーションの協業により開発された天体望遠鏡スバルメローペ 80A が スバル用品を通じて、全国のスバルの自動車販売店を通じて、販売されている。この望遠鏡のレンズもやはり、久保田工学の対物レンズを使用し、対一工学で組み立てられている。元は、シチズンの開発した腕時計開発部門だったが、アストロデアとして子会社化された後、社会として、シチズンから独立した企業となった。主力商品として、 現在の星座が精密に表示可能な星座早見を搭載したコスモサインと月の方角と月齢が表示可能な月盤を搭載したムーンサインがある。最初にシチズンで企画された当時のコスモサインは1986年にバーゼルフェアで世界の注目を浴びたほか2007年4月号の月間天文ガイド2009年に紹介されたり、 世界天文年セレクションのエンターテインメント部門で受賞した作品である。ありがとうございます。